わー、内藤さん、ちょっと今どういう状況なんですか。ここ室内なんですけど。いや、いいじゃん。その一言でまとまっちゃうんですか。秘密基地的なものが好きなんだな。そうだからキャンピングカー欲しいっていうのもあるんだよね。バチバチの室内なんですけど、もうすごい落ち着くよね。こう本当落ち着くんだよね。こういうのなんか最高だよね。こうやってかわいいね、こうやってあ、いいですね。こういう本に囲まれてね。何の本なんですか。キャンピングカーの本だよ。おお、ついにだいたい目星ついてきた。どういう感じ、やっぱミニバンで探してるって。そうだね、ミニバンだね。俺もいいなみたいなのがありました。ある。ミニバンをベースにした乗用車でね、ミニバン、はい、キャンピングカー、はい、こんな感じ、こういう感じのね、これなんかミニバンでいいよね。これなんかミニバンなの。なんかおしゃれですね、それは。まあ、俺これそう、これ天井ウィンって開くやつ。すごいっすね。こういうのが欲しいの。なんか全部ついてんだよ、水道から何かこういうのついてんだよ、水道からさ。すごくない。あー、そう、あー、これいいな。ちょっと教えてくださいよ、教えてくださいよ。あ、これ NV200 をね、ベースにしたね、これいいなと思ってんだ。写真見た感じ、やっぱ広いですね、ミニバン。でも写真で見た方見ると広く感じる。実際はそんな広くないかもな。でも実際、なんか見に行かれる機会とかあったの。あった、キャンピングカーショー行ったもん。キャンピングカーショーいた。面白かった。すごいです。じゃあいろんなキャンピングカーが要は集まって。そうだ。いやー、こういうアイテムを見るのだけどもね、面白いわ。もうほら、ポータブルね、冷蔵庫とかね、本当家走る家だからね、キャンピングカーね。じゃあ実際内藤さんが購入した際にはそういうのはやっぱりない、絶対つけない。そう。あー、もうこれもいいのよ。ポップコーン。これミニバンでキャンピングカーなんだけど、これもすごいいいのよ。上開くんですか。開く、あ、そう、上ウィーンって開くやつが欲しいの。はい、そしたら広くなるし、立つこともできるし、はい、上に寝ることもできるのね。はい、こだわりたいところってあります。はぁ、厳しい。テレビはね、大きい、そこちっちゃい、それなりに実はちょっと大きいのつけたいな。実際、じゃあ内藤さん、まあ、狙ってるって言ってた、さっきポップコーンだったりとか、うん、NV200 でしたっけ。そうセルナベースベースもいい、ね、そういうのを実際もう買っていくってなった場合、うん、まずどういったような感じで進めていいか。あ、今の車を売ってキャンピングカーに変えようと思って、はい、でやっぱ予算もね、そんなかけれないから中古で探そうと思ってる。ああ、なるほど、うん、あとはね、一つある車のオークション、はい、競り、そこで自分のを売って、はい、中古のキャンピングカーを買えたらなと思ってて、キャンピングカー初心者だし、はい、もうやっぱりね、予算ものこともあるし、最初だから中古で。ちなみに予算はどれぐらいで買うの。だから今の車がどれぐらいで売れるかだよな。ライトライン欲しいぐらいで出る。いや、だからそれも走行距離だったりなんだり形式によって違うけど、年式とか500万前後で買えたらなと思って。俺はあのほら、あとオプションでお金かかるから。結果そうですよね、ついてる装備でさ。できればやっぱりいっぱいついてるのがいいよな、欲張るな。あ、もうお宝もついてるのがいいじゃん。そうそうですね、ついてないのかって後からまた結果金かかっちゃうのもなんかあれですもんね。今が一番楽しいのはこうやってワクワクでこう考えてる時間が楽しいのかもね。うん、どうしよう、急に買ってね、飽きたって言ったらね、もうやね、そしたらね買ってね、集まんねえな、あの人さ、みたいな。いやー、だからこそ自分やっぱね、だからこそやっぱ経験したいね。いや、でももちろん飽きたいと思うよ、俺は。もう本当楽しみ。それで飽きたとか言われたらちょっと本当だよね、ご承認がないと思ってたんだよ。待ってたんですよ。え、みたいになっちゃう。お前はカンパーじゃねえか、ね、内藤さん。はい、あのなんかすごい、もう車種とかもうある程度決まっちゃってるじゃないですか。だから僕らそう買うところが取りたいんで、うん、ちょっとあの勝手に買わないでもらいたいですよね。なんか勝手に買いそうな勢いが出てるんで。そうだ、勝手に買わないでいただきたいですね。もうね、やっぱ欲しいってなったらすぐなんかやっぱ我慢できないタイプだからな。あ、ちょ、本当にあの連絡くださいことで、ね、僕ちょっともう買いたくてうずうずしてるんだけどぐらい。わかった。連絡くださいしたらもう欲しいと思ったら速攻しやで、速攻買うもんな。ちょっとやめ、その時は本当にあのやめていただきたいです。わかった、はい、あの買う時連絡する。お願いします。うん、すいませんね。いやダメだ、本当に。もうちょっとね、もう
キリもないので、ここら辺でね、ちょっともう終わりたいと思いますけども、車中泊するまで応援してくれたらと思っております。ぜひ皆さん見てくださいね。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。じゃあねー。